今からベックフライするんですけども、以前あの翔さんのトレーニングを教えてもらう前の僕はもうとりあえず重いのをすればいい、もう腕も肩も力入りまくりでこういう感じですね、もう体重を前に前に、だからそのシートから体が浮くようなベックフライをしてたんですけども、まあ、ちょっと待てと、それは効かんぞという話を聞いて、まあ、その時胸郭を上げるのは基本なんですけど、外狙いとかあと内側だけとかで、上側だったら指をこうするとか下側だったらこうするっていうふうなことを聞いて、あ、奥深すぎるなと、意識して分けることができると、あのダンベルフライとか苦手な方はぜひペックフライを今からご紹介する方法でやっていただきたいです。ペック、はい、だけどペックはまあ収縮種目として捉えた方がいいよね。うん、収縮の方、特にこれ、まあ、俺たちアジア人、アジアというか日本人なのかな、やっぱこの内側からこの胸の上部とかこの内側からこの盛り上がりに悩んでる人多分たくさんいると思うから、そこをちょっと作っていく、ペックのトレーニングをしましょう。でまず俺たちのチームのトレーニングはめっちゃ細かいです。ペックやるにもここ狙いここ狙いここ狙い全部フォームが変わります。でまず基本の真ん中行きましょう。この真ん中のこの内側から盛り上がりを作るペックで、みんなペックっていうのは、まあ、ぐーっとストレッチを求める人もいるんだけど、それも間違いじゃないんだけど、どっちかって言ったらこっちはこの収縮の方をメインで使った方がいいマシン。フルで行きたい、ストレッチしたい時はダンベルの方が断然やりやすい、だからダンベルをおすすめする。でまずだから一番こっちにセットします。あの一番向こうじゃなくて一番この手前っていうのかなにセットして、で持ち手、ここのバーをみんなこう握る人がいるんだけど、こうではなくて ここです。なるべく手の付け根、手首に近いところで持ってあげるね。そう、これがポイントで、ここでポイントなのがこれがフィニッシュ、まあスタートポジションでもあるんだけど、はい、ここも一緒、胸郭を上げる、前傾のせて胸郭、そう、胸郭をしっかりと上げてあげる。そう、もうこの時点でここ入ってるわけだ。でここで肘は真横、はい、肩下げて、そう、今どうしても肘真横にしようとすると真横に、そう、肩が一緒に上がっちゃうから、これ注意、肘は真横に向いてるんだけど肩は下げる、胸郭上げる、そう、これをできるようになってほしい。意外に肘と肩一緒に動いちゃうから、これスタートポジション、はい、いきます、稼働して、はい、1、そこまで開かなくていいよ、そう、まあでもまあ今ぐらいでいいか、そう、はい、2、そう、ドラゴンボール、カメハメ、はあ、そうだね、カメハメ、はあ、こう、フィニッシュがこうです。こうよりもこうです、こっち、そう、ドラゴンボールのカメハメハーの逆バージョン、まっちゃんといえばドラゴンボールだからそう、そうなんです、そう、そう、大好きなんで、トランクス、これ髪型もトランクス意識だから、トランクスしてくださいと言ってやってます憧れ丸出しですね、そう、そう、評価かける、かかとお尻重視、かかとお尻重視、かかとお尻重視、そう、で、まっちゃんこれまっすぐですよ、そう、俺たちはなるべく骨盤を開くポジションは取らないようにするから、この足もパラレルで必ず行儀よく取ってあげる、そう、かかとお尻重心、そうで胸郭を上げる、いくよ、はい、ここ胸郭を上げる、そう、ここ、ここ肩甲骨が下がって胸郭が上がる、そう、でこれをいくら押すってよりも、もう胸郭のコントロールでめちゃくちゃセンター入ってるから、ここ、これでも今センターめちゃめちゃ入ってるから、はい、ここ、はい、スクイズ、そこで小さく1、2、ここ、はい、3、強化かかる、4、はい、5、6、そう、7、はい、8、はい、9、ラスト10、 OK、 よー、釣りそうです釣りそうです、すでにこれもずっと背中つけたまんまなんですか。これはね、あのやりやすい方でいいです。背中をつけなくても OK だし、つけても OK で、おそらくつけない方がより上級者かな。これでもコントロールできるようになるから。どうしても背中つけるとこう、そこに押し当てて、この押し当てて胸郭を上げようとするんだけど、もう何もない状態で、割とフリーウェイトに近い状態で、もう一回いこうか、ちょっとじゃあ重くしていきます。はい、行こう、センターね、真ん中行こう、はい、1、そうよ、胸郭上げて、2、そう、はい、3、そう、いいね、はい、4、そう、しっかり抜けて、はい、5、そう、肘も少し横、6、そう、はい、10、
はい、これ小さく、せーの、はい、1、気をかけて、3、4、5、6、7、8、9、OK、ナイス、よー。わかりやすくて、ふくらはぎ走りすぎてつる感じがここにきます。おお、それでフィニッシュって感じです。酸素がもうこの時はもう本当にそれがギリギリでくる感じです。へえー、で最後翔さんがちょうど持ってくれはったんですけど、自分で戻す時多分つるかなっていうレベルですね。そこまで追い込む、それぐらいきます。へえー、ちゃんと上げれてた。はい、うん、これが真ん中、真ん中ね。で真ん中をがつかないなって悩んでる選手も多いんだけど、もっと多分悩んでる選手多いのはここだよね。胸の上部のこの内側の方、ここがやっぱりつきにくいって人は非常に多いと思う。はい、じゃあ今はここでもって感じだったでしょ、さっき。ここだったよね、カメハメハの。ここがめちゃくちゃ細かいです。ここになりますそう、ここなので、そう、さっきここだったのがこういう感じ、ここね、ここになります。で今度かかとお尻重心で前かがみ、前かがみになります。これが胸の上部の内側、ここね、ここの鍛え方になります。ここです。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、行こう。1、おお、もう最高。2、そう、いいよ。はい、こっちも3、そう、はい、く、そう、ラスト行くよ。はい、10、あまちゃん手こうだ。はい、肩下げて、さ、胸上げて、そう、手見て、手ここで押さえて、親指の付け根あたり、く、10、OK よ。いいね、いいね、めっちゃいいね。そんな多くないですよね。そうだね、まあ、これまあ26ですけど。めちゃくちゃ痛いです。そう、このフォームをね覚えるまでは、重さもちろん重さってすごい大事なんだけど、フォームを覚えてるときは重さはちょっと度外視した方が絶対いい。俺もその重さから、重さを度外視する勇気がなかったのよ。やっぱ重いの力イコール体はそうなるっていう、俺も先入観が若い時あったから、どうしてもそれが怖くて重さを下げることが、はい、そうできなかったんだけど、やっぱりこのフォームを自分で知ったら、重さを下げてまず体に染み込ませるまでやり込んで、後からまたフォーム、重さ戻していけばいいだけだから。うん、はい、じゃあちょっと重くして、はい、こう肩上げんないよ。1、2、はい、3、肩下げて、そう、胸郭上げて、そう、はい、胸郭上げる、そう、はい、はい、小さく、1、右肩下げて、4、はい、5、胸上げて、7、8、前かがみ、前かがみ、肩上がってる、右肩上がってる、右肩下げて、 OK よきつい、いいねきつい疲れれば疲れるほど癖出るんで、うん、これがパーサーの人もですね、直してもらえる。あー、なるほど、今の分かりやすいね。確かにそうだね、自分では理解はしてるんですよ、うん、完全に。で元気な時は絶対できるんです、綺麗なフォームで。ただやっぱサイズ変えたいとか重量上げてくると、一人じゃできないレベルが来るときに、あ、パーソナルって大事だなっていう気づける瞬間ですね。パートナーいないとこんなにしんどいんだと。で次か、次はこのペックのここの付け方、ピンポイントね。もうめちゃめちゃ細かいから、さっき上部狙うときここだったよね、中部狙うときここだったよね、そしたらカーブここなわけですよこんぐらいでも細かくやった方がいい。で今度さっき上部のときは斜めでした、今度カーブのときは 逆にこう斜めになるから、でここに三角形、三角形ができるようなイメージで座ってあげます。でちょっと椅子高めで、この水をこう切るように、水を切るようにフライしてくる、フライしてくるわけです。でこの時に胸郭を上げる、この時胸郭下がったらこれは何も意味がない、もう今までの全ての大事なところが全部水に流されちゃうので、しっかり胸郭を上げてくる、これポイント。 OK、 さあ水切っていくよ。胸郭上げて、1、
もうちょい 上でいいんじゃない？手。そう、いいね。めっちゃいいね。そう、はい、ここです。ここ。ここの部分。そう、はい、ここの部分。もうやばい。圧倒的にここ。ピンポイント。まっちゃん、次下げてみて。胸郭を下げる。もう、はい、下げる。いいね。胸郭を上げる。正しいフォーム。そう、ラスト。OK、グッド。OK。そうだね、それだね。どの種目も最後、これ何ですか？あ、スクイーズ。スクイーズ。うん。は別に毎回毎回やる必要はないよね。ああ、なんか分かりやすいためにうん、でも収縮種目だから、なるべく最後こう収縮、小さく収縮してあげた方が、望ましいかな。うん、でもまあこれ結構上級テクニックでもあるから、要はあの稼働してる時に負荷が常に抜けてない状態ってのを作りたいんですよ。押してる時は入ってるけど、下げてる時に抜けてる、入ってる、抜けてるってのじゃなくて、入ってる入ってる、常に負荷が乗ってる乗ってる乗ってる、さらにこの最後の収縮も乗ってる、要は負荷がかかってる時間が長ければ長いほど何すか、見たことない野沢翔が出ましたけど、ちょっと YouTuber 色入れてみたなんかこんな感じの人いるじゃん。戸惑いました、うん、戸惑った、戸惑いました、うん、はい、めちゃくちゃ痛い。そう、ね、内側しかやってない。でもやっぱね、今日もこういうふうに会って見てよかった。やっぱりどうしてもしんどくなってくるよね。右が上がる、肩が上がる、うん、これポージングにすごく出やすい癖として出てくる。鏡 見ずにポージングってやっぱするじゃないですか、大会の時とか、ね、はいはいはい、鏡があるわけじゃないのでやると、どうしても反復した後って疲れてる状態に近いんです、はい、なので鏡の上にいつもできてるポーズができなくてこうなったりとか、なんか不格好になって左右の高さが違うとか、バックポーズでもまっすぐできたりこういう風になんか気づけないっていうのが、トレーニングちゃんとできないと出てくるので、結構大事、本当にポージングとトレーニングを一緒にしないとできないと。なるほど、理想だったらあるよね、1個のマシンを終わるために、そう、鍛えた部位が目立つポージングの練習してあげると分かりやすいです、ね、ここでこの重さが初めて胸に乗った、持つ時にここで持たない、胸に必ずつけろってわけじゃなくて、自然に降りるところ、